暑い毎日が続いていますが、夏バテしてませんか？大丈夫ですか？たくさん水分をとって熱中症には気をつけてくださいね。ということで今日はこちら、もやしを使ってナムルを作りたいと思います。もうね、レンジでチンしてめちゃめちゃ簡単なんでね、作っていきたいと思います。で、材料はこちらのもやし、きゅうり、シーチキンを使って作っていきたいと思います。ではまずきゅうりを切っていきたいと思います。きゅうりは千切りに切りたいと思うので、ちょっと千切りに切っていきますね。なんか夏野菜ってきゅうりとかなすびとかトマトとか本当にね、美味しい時期ですよね。でも野菜高いですよね。せっかく夏野菜美味しいのに、大根もキャベツもレタスも本当に高くって、天候の影響だったんですかね。最近時々そうやって野菜が高い時期ってありますよね。はい、きゅうりを1本分切りました。こんな感じで千切りにきゅうり1本分切ってみてくださいね。で、次にもやしをレンジでチンしたいと思います。耐熱ボウルにもやしを入れて、だいたい600ワットで2分から2分半ぐらいチンします。なんかね、一袋このもやし、よく見たらちょっと少ない量のやつとかちょっと多い量のやつとかあるので、そこはお好みの硬さでチンしてもらいたいなって思います。このくらいの量だったらだいたい2分から2分10秒ぐらいでいけるかなと思うので、とりあえず2分10秒チンしたいと思います。こんな風に入れます。で、サランラップを上からかけます。こんな感じです。サランラップします。ではちょっとチンしますね。今チンしてます。なんかこのナムル、めちゃめちゃ暑い時でもパクパク食べれるし、で、暑くてビールを飲まれる方のあてにもめちゃめちゃいいと思うんでね、手軽に作れて、たくさん作って冷蔵庫でストックしとくとめちゃめちゃ便利です。なんか一品足らないなって時でもすぐ出せるし、ビールのあてで食べたいなと思ってもすぐ食べれるのでね、たくさん作って冷蔵庫で冷やしておいてほしいなって思います。で、言うの忘れてたんですが、きゅうり、さっき切ったきゅうりに塩を少し振ってちょっと放置しておいてくださいね。塩振って放置です。もやしできてしまいましたね。本当はチンしてる間にきゅうり塩振ってちょっと放置しておいてほしかったんですが、忘れてて今さっき塩をかけました。もうちょっと放置しておきますね。もやしができたので出してみました。めちゃめちゃ熱いです。容器めちゃめちゃ熱いです。当たり前ですよね。2分もチンしたら熱いですよね。
ということで、ちょっと開けてみますね。こんな感じでチンできました。で、先ほど塩を振ったきゅうりがあるんですけれども、これ水分出てくるんで、その水分をちょっと絞りますね。で、絞ったらもやしの中に入れます。もう結構適当なんですけど、こんな感じでもやしの中にきゅうり入れました。で、ここにツナ缶、ツナ缶も入れます。はい、こんな風にもやし、きゅうり、ツナ入りました。で、味付けなんですが、醤油とごま油と、で、あのチューブのニンニクあるじゃないですか、あれを少し入れて味付けをつけたいと思います。まず醤油を入れます。どれくらいかな、大さじ1杯ぐらいなんですかね。どれくらいなんですかね。いつもこういう醤油をバーって2周ぐらいかけます。大さじで言うたらどれくらいなんですかね。で、次にごま油も1周ちょっとぐらい入れます。あとはもうお好みなんでね、ちょっと調節してもらいたいなって思います。で、ニンニク、このチューブのニンニクを これぐらいの量入れます。どれくらいって言っていいのかわからないんで、今ぐらいですね。で、混ぜます。これだけ、本当にね、もうチンしてきゅうり切って、醤油とごま油とニンニクチューブ入れて混ぜて冷蔵庫で放置してるだけで、本当にね、簡単に一品が出来上がります。見えますかね、こんな感じです。良いです。もやし一袋ときゅうり一本とツナ缶一つ入れたんですけど、一人でこれぐらいの量余裕で食べれます。ご飯のお供として食べてもいいし、ビールのあてとしてもパクパク食べれちゃうので、ぜひね、作ってもらいたいなって思います。ということで、ちょっと盛り付けてみますね。はい、盛り付けたらこんな感じです。お気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、実は今日ここにビールを置いてみました。ちょっとね、おつまみの雰囲気が出るかなと思ってビール置いてみました。って言ってもノンアルコールビールなんですがね。ということで、ちょっと味見をしてみたいと思います。こんな感じです。いただきます。もうめちゃめちゃもやしもきゅうりもシャキシャキで本当に美味しいです。一瞬でね、これパクパク食べれますね。で、普段ビール飲まないんですが、ノンアルコール飲んでみます。
ですね。本当にね、ビール飲む人のおつまみにとかご飯にとか本当にね合うと思うので、ぜひぜひ皆さん作ってみてくださいね。本日も最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価ボタン、コメントをいただけたら嬉しいです。